この家に引っ越してきて丸3ヶ月が経ちました。全然ね、最初は何もなかった部屋なんですけども、自分好みの家具とか雑貨とかを少しずつ揃えてきたんですよね。で、この仕事部屋の方もやっと落ち着いて仕事ができるような環境が整ってきました。まあ、とは言ってもね、まだまだ不満点とか改良点たくさんあるので、仕事部屋のビフォーアフターとして2021年1月現在のワークスペースを紹介していきたいと思います。この動画で紹介したものはですね、一応概要欄の方にも購入先のリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。スイーツラバーチャンネルのスイラバです。いらっしゃいませ。先ほども冒頭で見せたんですけれども、このインテリアが今現在あんな感じになってますね。じゃあ早速一つずつ紹介していきたいと思います。まず最初はね、このワークチェアですね。これ以前もね、動画でレビューしたエルゴヒューマンベーシックですね。この椅子ね、非常に気に入ってまして、こう腰へのね、まず負担がほとんどないんですよ。で、作業してても本当に腰が疲れない。特に普段の仕事もそうなんですけれども、こういった感じで動画を編集する時もね、まだこう動画編集慣れてないので、時間がね、1時間2時間ってかかったりするんですよ。そういう時でもこのエルゴヒューマンベーシックに座ってると、全然こう腰にね、負担がかからずに長時間作業しても疲れないんですよね。あと昔の椅子の場合は30分とか1時間ぐらい作業すると、ほんとね、腰がこう痛くなって、こう叩いたり、あと立ち上がってね、背伸びしたりねしてなんとか作業してたんですけども、この椅子に変えてからは本当にね、1時間2時間全然こう座ったままで作業できるので、作業効率がめちゃくちゃ上がってますね。今はこのワークチェアのおかげで仕事にね、全集中できてますね。そしてベースになってるこの机なんですけども、この天板部分がね、パインの木材でできてて、非常にね、厚みもあってナチュラルな感じでね、質感も触り心地もね、こうすべすべとして気持ちがいいです。そしてその天板を支えているのがね、この3本のデザインが特徴的なこのアイアン調のね、足なんですよね。ちょっとこうヴィンテージ感があって、なかなかおしゃれですよね。で、メーカーなんですけど、LOWYAというところでおしゃれな家具とか販売しているショップですね。この机ね、もともとダイニングテーブルなんですけど、横幅 140cm あってなかなか大きいんですよね。で、もともとね、私ね、デュアルディスプレイでモニターを運用しているので、それが十分に置けるサイズっていうのを探しててね、このデスクにたどり着きました。ディスプレイの方は今流行りの湾曲大型ディスプレイとかではないんですけれども、超オーソドックスなね、両方とも 23.8 インチのIO データの液晶パネルを2枚設置してますね。でね、こっち側のディスプレイが壊れちゃって映らなくなったんですよ。で、つい先日こっちパネルを変えました。左右ちょっと型番が違うんですけど、大体似てるような廉価版の IO データの液晶モニターをつけてます。デュアルモニターにこだわってるっていうのはちょっと訳があって、どうしてもね、1枚の大きいディスプレイだと、ここのね、中央のこうベゼル部分がなくなってすっきりはするとは思うんですけど、仕事上どうしても2画面を使うことが多くて、操作する上でね、今のデュアルディスプレイに慣れてしまっているという点と、単純にね、価格なんですよね。今現在のこのね、2画面の広さをシングルディスプレイで実現しようと思ったらですね、だいたい34インチかそれ以上の大きさがね、必要になってくるんですよね。で、34インチだと現時点でもう4万円とか5万円とかしちゃうので、結構高いですよね。ですので今はね、この 23.8 インチの廉価版モデル、だいたい1万円で両方とも買えてるんですけれども、この安いモニターを2枚で運用してます。そして裏に回ってこのモニター2枚を支えてるのが、前回の動画でもレビューしたんですけど、このデュアルモニターのモニターアームですね。中国製の安いモニターアームなんですけど、結構見た目以上にね、ごっついんですよ。で、でもしっかりしてるんで、今のところ不具合とかはないですね。今の場合だと、ここからここまでの間がちょっとどうしてもデッドスペースになっちゃってるので、もう少しね、このアーム自体をこう後ろに下げたかったんですけど、なかなかこの調節がうまくいかなくて、今ここでね、一応運用はしてるんですけど、ちょっとここがね不便かなと思ってます。せっかくね奥行きが結構あるデスクなので、もうちょっとこう奥行きを使いたいなと思ってるんですよね。まあちょっとここ要改善です。それからデスクの上にあるスピーカーですね。スピーカーはねこれです。ちょっと丸くて可愛いやつですね。左右両方についてます。まあこのスピーカーはね、2年ぐらい前かな、購入したんですけど、 JBL のペブレスっていうモデルかな、ちょっと読み方わかんないんですけど、こいつの特徴なんですけど、バスパワーで稼働するんで、別途ね電源っていうのが必要ないっていうのが結構便利ですよね。で形もね特徴的で、このカタツムリみたいな感じの丸っこい感じです。で縦置きとか、あとね横置きもこういう風に横置きでも対応してるので、デスクトップの環境に合わせてね置けるのもいいですよね。私は立てて使う派です。ただこの左右のスピーカーをつなぐ標準でねついてくるコードなんですけど、若干短くて 80cm ぐらいしかないんですね。でデュアルモニターで左右こんな感じでね、こう今分けてやってるんですけど、この天板自体が 140cm ぐらいあるので、全然この標準でついてるコードでは足らないんですよね。ですので、そういった環境で使ってる場合は延長コードとか別途必要なのが若干厄介なところかな。パソコンの音にはそんなにこだわりがある方ではないので、音響メーカーだったら聞き覚えのある JBL だったら、間違いないかなと思ってこちらを買った記憶がありますね。で値段も結構安いんですけど、値段の割には意外といい音が出ますよ。ただその低音域っていうのはやっぱりちょっとスピーカー自体が小さいので、そこまで期待できるようなレベルではないですね。パソコンのスピーカーっていうと、900円とか1000円とか、すごく安いの出てるのは出てるんですけども、ある程度ねこれ 5,6000 円ぐらいだと思うんですけど、そのぐらいのお金を出せるって方は是非ねこちらを買ってみることをおすすめします。それからデスクの上に行くと、キーボードとかマウスとかマイクとかこういったもの置いてあるんですけども、もうこれなんかねパソコンに標準でついてきたキーボードそのまま、マウスもそうなんですよ。もうここ字が薄れちゃってますけど、これをずっと使い続けてるんですよね。マイクもねソニーのマイクなんですけど、めちゃくちゃこれもね安いやつなんで、そこまでこだわって買ったっていうわけではないですね。ただこのねキーボード標準でねパソコンについてきたキーボードなんですけど、なんか調子が最近悪いんですよね。ですので、これを機会にキーボードと、それからねマウスちょっとねいいなと思ってるのがあるので購入してみようかなと思ってます。またその際はねレビューできたらなと思います。そして長時間ね作業する時に必要な必須アイテムの一つ、これがねこいつですよ。マグニフィカ S で入れたエスプレッソコーヒーですね。美味しい。今はね近くのコーヒー豆屋さんで年末にね安く豆を売っていたので、それを結構ね大量に購入してそれを飲んでます。でコーヒーの下に敷いてるのがね、これ100均でも買える珪藻土のコースターですね。あったかいコップなんか別にいいんですけども、夏になってね冷たいコップとかを置くと、この無垢材のねパイの無垢材に直接その濡れたものを置くっていうのがあんまりこう好きではないので、一応こういうコースターも使ってます。そして長時間のね目の保養としてこのミニ観葉植物を脇に置いてます。日替わりでこういう感じでミニ植物を置くようにはしてるんですけど、今日置いてるのはこれモナデニウムシェベリエンセっていう多肉植物の仲間になります。仲のいい友達からねいただいたものなんですけど、トゲのないサボテンみたいなイメージですね。でここにね小さな葉っぱがあるんですよ。ここ可愛いですよね。そしてうちのデスクトップのメイン PC なんですけど、こちらはねDOSPARAのゲーミングパソコンガレリアですね。でスペックなんですけども、 CPU が Core i7 の 8700K ですね。でメモリーが 32GB まで増設してます。あとメインストレージなんですけど、SSD で 500GB、 それからサブにね 3TB のハードディスクをつけてます。ただねこれだと動画保存とかしてると全然足りなくなる可能性があるので、別途外付けでねこんな感じでバッファローの 2TB のハードディスクを追加してます。普段の仕事もね動画編集も基本的にこのパソコン1台でやってるんですよね。ただそのメモリーがね 32GB に増設してるせいか、結構ね動画でエフェクトをたくさん入れたとしてもそんなにね動作がもっさりするようなこともないですし、ムービーの書き出しに時間がめちゃくちゃかかるっていうこともないですよね。多分このメモリーが結構貢献してるんだとは思います。あとこの PC のね前面の USB につないでるのがこの Wi-Fi の無線の子機、これもバッファローですね。この家ねもともとネット環境無料で通ってはいるんですけども、 LAN を挿す端子、ランタン紙がねリビングにしかないんですよ。でこんな風にね Wi-Fi で飛ばして運用してます。もともと無料の Wi-Fi で一応光ケーブルにはなってるんですけど、このアパート全体で分け合うタイプのインターネット回線なので、どうしてもねこう何ギガとかは出ないんですよね。で平日の昼間でだいたい100から150メガ BPS ぐらい出てます。で今、休日土曜日の昼間なんですけども、今測ったらね 77bps ぐらい出てますね。そこまでね FPS のゲームをやったりするわけではないので、この速度で十分間に合ってますね。それから机の下ですね。以前の動画でも紹介したんですけども、このケーブル類ぐっちゃぐちゃになってたこのケーブル類を100均のラティスとかを使ってきれいにまとめて、なるべくね視界に入らないように工夫をしてます。で先ほどのねハードディスクとか USB のハブなんかもここにつけてる感じですね。ざっと紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。おしゃれとは言い難いんですけども、それなりにね仕事ができる環境は整ってきてます。この先ほど言ったキーボードとマウスね、こちら狙っている商品があるので、ちょっとそちらの方もレビューしていきたいと思いますので、そちらの動画もよろしくお願いします。今回の動画良かったと思った方は是非高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画で。